人一人のニーズにより素早く応えるものづくりが求められています。ここではそうしたものづくりでの自動運転による物流の新たな可能性を示します。これまでのものづくりでは部品や製造ラインの共通化を進めることで効率よく大量にものを生産してきました。しかし計画されていないカスタマイズや新しいものを作ることは材料の確保や設備の変更に限界がありました。そこで IoT 技術を活用し分散した工場を一つのラインのようにつないでいきます。強みを持った作り手同士がつながることでより多くのニーズに素早く応えられるようになります。ただ予想もしなかった発注が増えるため多くの仕掛かり品を抱えやすくなります。そこで自動運転による細やかな物流がこの生産システムの要となります。生産工程に合わせて必要な材料が必要なタイミングで作り手に届けられ完成したらすぐに運ばれる。そうすることで作り手は部品や製品の在庫や仕掛かり品を保有する必要がなくなります。このような生産システムによって強みを持つ作り手が参加しやすくなりユーザーのニーズに応えた生産を行いやすくなります。ユーザーにとってはよりニーズに合ったものが手に入りやすくなります。例えば車椅子、体の状態だけでなく使い道に合わせたカスタマイズやアップデートがしやすくなります。このようにユーザーにとって必要なものが手に入りやすく作り手にとって新たなものづくりを始めやすい社会を作ります。